はく、あなた、時を戻しましたね。しかもかなり状態がひどい。メリアちゃん、お願いがあるの。ソフィアちゃんを今日だけでいいから産休にして、あとパト君を絶対に一人にさせないで。あと、できればソフィアちゃんも見張った方がいい。そしてできることなら絶対に外に出たらダメ。一体ハクは、何を見てきたんですか。お願いだよ、お風呂も男湯に入らなくていいから、お願いだからバカなことはしないで。もうハクの精神はボロボロ、いつ壊れてもおかしくない。ハク、体調が悪いのにこんなところにいたら。せっか様、いいんです。これは私にしかできないことだから。何の役にも立たない私が唯一できることだから。放っておいて。ハク、あなたは役立たずじゃないわ。自分を低く見ないで。だったら放っておいて。私も辛い中頑張ってるんだから。うん、でもいつでも相談してね。一人で抱え込まないでね。あの時は私を全然信用しなかったくせに。勝手だよ、せっか様。あれから1時間、前回はもうそろそろパト君が外に出ようとしたんだ。もう外に出させない、力ずくでも今日だけは。ハク、大丈夫、お勤め頑張ってるから差し入れ持ってきたよ。ソフィアちゃん、監獄島にあったテレビで見たんだ。手の込んだ食べ物は毒物が入ってるかもだからね。できる限り封が開いてないものか食材そのものを渡した方がいいかなって。そうだね、ありがとう。でもせめて切ってほしいかな。自慢じゃないけど私が包丁使ったら怪我するよ。私が。それは危ないね。なら後で食べるね。ありがとう。私はお隣で綿菓子をいただこうかな。ソフィアちゃんが怪しいって思ってたけど。そんなこと考えるのかな、ソフィアちゃんが。ねえ、パト君と会えた時、嬉しかった。うん、本当に会えないと思っていたから会えて嬉しいし、こうやって一緒にみんなといられて幸せだよ。本心に聞こえる。でも消去法で考えたらもうソフィアちゃんしか怪しい人はいないんだ。このまま私がしっかり見ておかないと。あれ、二人してこんなところで何してるの？パト君。なんで、外に出たらダメだってメリアちゃんから聞かなかった。うん、だけどどうしても考えたいことがあったからさ、ダメかな。かさいけないんだ、みんなとの約束なんだから守らないと。ハクだって体調悪い中こうやって頑張って見張ってるのに。ごめん、ならハクとソフィア二人がついてきてよ、なら護衛付きだからいいでしょ。いいけど、私は一室への使えないし、不可能支配も得得して何も訓練してないから戦力にならないよ。それにハクは体調が悪いし、下手に動かすなんて。ソフィアちゃん、すごく止めてくれてる。本心はわからないけど今はありがたい。ならいい。命令だ、ソフィア、ハク、俺の行動を無視しろ。パト君、なんで？俺に時間をくれ、それだけなんだ。まずいまずいまずい、また同じことが、なんでパト君？ねえ、もしかしてメリアたちも同じことされてるんじゃない？だっておかしいよ、さっき、絶対に外に出ないこと、って決めたのに、誰もパトを止めに来ないよ。つまりパト君は相当強い意志で外に、あの場所に行ってるんだ。2回繰り返してわかった、意志の弱い行動はランダムで起こる。みんなの行動が統一されていない。だけど意志の強い行動、例えばかなちゃんが扉を作る、何もなければメリアちゃんがお風呂に行く、パト君が外に出かけるという行動は共通だった。そして今回パト君が強行手段を取ってまで外に出た。つまりそれだけ強い意志で外にあの場所に向かっている。パト君はあそこで何かをしようとしてるんだ。ダメだ、あれから30分以上経った。パト君の命が。ハク、少し無理するけど、巻き込んだらごめんね。ソフィアちゃん、どうするつもり？一瞬用、条約無視。ソフィアちゃん、鼻血が、うまくいったよね。一瞬用、契約無視。ソフィアちゃん、大丈夫。今のソフィアちゃんが一瞬用を無理に使ったら血が出ちゃうんだ。ごめん、ハク、ちょっと頭痛がひどいから先にパトを追いかけて、私はマシになったらメリアたちにも同じことするから。うん、なら、任せる。さっきの出来事でわかった。ソフィアちゃんじゃない？最初、ソフィアちゃんが死んでた時、血なんか流してなかった。つまりソフィアちゃんはただの犠牲者だった。遅かった。救えなかった。ダメだ、涙ももう出ない。ここにいてももう痕跡はない。戻ろう、せめていつメリアちゃんたちが亡くなったか。それで死亡時間だけでも2回してまた時間を戻さないと。ソフィアちゃん、なんで？せっかく会えたのに、本当に嬉しくて、もうこれから先ずっと一緒にいられるって思ったのに。ごめんね、無力でごめんね、私が力になれるように産休に落としてくれたのに。力になれなくて。ごめんね。え、そんな。違う、私はソフィアちゃんを犯人だって疑ったからで。
あのね、入ってすぐの私が言うのもあれだけど、本当の無能って私なんだよ。メリア言ってた、ハクは専属品で緊急事態時の重要な要だから産休にしてるって。セッカも言ってた、ハクは弱くない、誰よりも強い、だけど自分に自信がないからどうしても一歩下がってしまう子なんだって。どうしても自分の考えに自信が持てない子だから、自信を持ってほしい。って、メリアちゃん、セッカ様。カナはどんな時でもハクちゃんと一緒にいたよね。本当に羨ましいくらい仲いいもん。だから、ね、ずっと不安だったんだ。能力も使えない、戦えない、ただのんきに喋ってるだけの私に、何の意味があるんだって。私もだよ。ずっとそうやって考えてた。それで、自分を信じれないどころか、みんなを、仲間を疑ってしまった。ごめんなさい、ソフィアちゃんを産休に下げたのは疑いだったの。パト君が死んだのはこれで3回目。もうパト君の死に涙が出なかった。私はどこか他人の責任にしてしまってた。私は弱くて、最低なんだよ。ハクは弱くないよ、すごく強いし、私たち専属神の中では絶対に欠かせない存在だよ。それにそんなに自分をいじめないであげて。だって、自分って存在はね、他人からどんなに好かれても自分に好かれなかったら一生報われないんだから。ハクがハク自身を好きになって、向き合ってあげないと、ハクがハクを甘やかして、許して、褒めてあげないと、今のハクは、絶対に報われないんだよ。じゃあ私は何を頑張ったの？何ができるの？ずっと頑張ってるじゃん。ここ数日で分かったよ。ハクがどれだけ真面目で努力家か。誰にでも親身に話を聞いてくれて、誰にでも寄り添ってくれる。何一つ嫌な顔せずに。専属神になって数日の私がここまでハクちゃんのいいところを言えるんだよ。みんなはもっとだよ。だから、自信持って、自分を認めてあげて。ごめんなさい、みんな、私は、それにハクちゃんにできること、あるよ。それもハクちゃんにしかできないこと。パトの過ちをやり直させる。誤った道の軌道修正をする。それがハクちゃんの役割だよ。私にしかできないことがあったんだね。ハク、お願い、パトを、みんなを、救ってあげて。重荷を背負わせてるのは理解してる。だけど、信じてるから。私、頑張るよ。もう逃げない。前を向くよ。任せたよ、ハク。わかったよ。ずっと下を向いていた。それにこの問題はパト君の思惑を聞かないとダメだ。そこからずっと逃げてたら絶対に解決しない。まずパト君と話す前にカナちゃんから聞かないと。カナちゃんならパト君の状態を把握している。セッカ様やメリアちゃんからも話は聞かないとダメだ。私だけの認識だけだとパト君との話ですれ違いが起きるかもしれない。ハク、まだいる。次の時間軸で使える情報だと思うから言っておくね。メリアたちが苦しんで死んだ時の時間が20時15分。そこがパトが死んじゃうタイムリミットだよ。ありがとう、ソフィアちゃん。それまでにどうにかしてみる。時空タイムリターン。ソフィアちゃんは、来ないの？きっと私がいたら能力や体質でハクの邪魔をしちゃうから。全部任せる。そしてちゃんとパトを救ってきて。頑張るよ。メリア、これでいいんだよね。メリアは言ったよね。ハクの時空移動はハクにしかできないハクだけの権限。だからハクを絶対に守ってあげてって。今、何もできない私ができるのはバトンを託すこと。私、また一人ぼっちか。お願いハク、もうこんな世界に、ならないようにして。私は、せめてみんなを見送ってから、同じ場所に行くから。